じゃあちょっと次いきます。俺さ、恥ずかしくて自分の番組は全く見ないんだよ。だからどこがピーになってるか全然わからないんだよな。おお。あー、これはねー、これはそうなんですか実際。俺ってすごい恥ずかしがり屋なんだよ。自分で見たことないんだよ、自分のテレビ。あ、そうなんですか。じゃあめちゃイケとかプスマとかも。うん、あ、プスマね、はい、プスマ時々見た。プスマ時々見たんですか。うん、アメトークとか。アメトークも受けてる時にはね。あ、収録行って受けたなと思った時は見て、うん、ちょっと滑ったなっていう時は。ほんとね、正直な話言うと、はい、俺満足度が低いから、はい、すっごい受けたなっていう時しか酒、いい酒飲めないんだよ。で、今日はちょっと失敗したなっていう時はどうするんですか。もう深酒だよね。飲んでんじゃないですか。ちょっと飲んでんじゃないですか。じゃあちょっと次いきますね。まだあんの。いっぱいあります。気持ち悪いって言われることには慣れたけど、たまに死ねって言われるんだ。俺は言ってやりたいよ、こんな人生死んだも同然だってね。あ、言ってないですか。言ってないですね。言ってないですか。これは今日たまに死ねって言われてみたいなのもないんですか。え、そんなやついたら俺ぶっ切ってやるよ。江頭さん、街中でなんかいかしらみたいな言われたりはしないんですか。うん、あ、時々絡まれたりはしますね。あ、絡まれます。絡まれるっていうか、はい、うん、一番なんか言われて傷ついたのってあります。ムカついたのとか。お前作ってるだろって言われた。本当は真面目だろ。本当は真面目だろ。なんて返したんですかその時は。真面目じゃなきゃお笑いやれないんだよねって。真面目に返したんですね。うん、やっぱ真面目じゃなきゃやれないよこの勝負は。まあそうですよね。うん、確かに意外と真面目な人多いぜお笑い。そうですよね。ちなみに似てるなって芸能人います、江頭さん。自分に似てて真面目だなっていう人。いや、昔だったら藤井隆とか、はい、あいつなんかも真面目じゃん。もうすぐ分かったよ。なんか同じ匂いがポンポンするんだよ。そうなんですね、うん、あと岡村さんとか似てるなと思ったんですけど。ああ、岡村似てるね。うん、岡村も真面目だからね。あいつはストイック。同じ匂いすんね。飲みに行ったりとかあるんですか。いや、俺しょっちゅう電話してんだけど、はい、一切帰ってこないんだよ。折り返しないですか。ないんだよ。出てくんないですか。うん。